はい、今回はキャンピングカーのカセットガスアダプターはどのくらい持つのか。はい、このキャンピングカーには、ガスがあって、でガスで、をどういうシーンで使うのかといえば、まず温水ボイラーですね、ボイラー、温水シャワーのボイラーと、あと、こうですね、料理する時のこのコンロ、このコンロのあの火と、あとはこの、冷蔵庫ですね、この冷蔵庫が、この冷蔵庫が3ウェイになっていて、電源、外部電源をつないだ時に電源でやります。で走行中は、バッテリーでやります。でもう1個、3ウェイのうちの最後の1個がガスで、使います。でこの3ウェイ冷蔵庫の場合は、ガスで使うのが一番いいです。冷えます。バッテリーはまず冷えません。バッテリー、車の走行中の、バッテリーで冷やすってやつは冷えない。で外部電源をつないでいればめっちゃ冷えるんですけど、でも外部電源がないところ、まあ自宅だったらいいんですけど、自宅とか RV パーク、オートキャンプ場とかだったらいいんですけど、まあ普通に、まあちょっとした旅とかだったら、電源がないので、ないところに泊まったりとかすると思うので、まあその時はガスでつけた方がいいです。このキャンピングカーでガスを使うのは今の3種類なんですけど、プロパンガス、ガスボンベを積んでたんですけど、そもそも納車され買った時は、ガスボンベだったんですけど、それを、プロパンガスってこうガスを入れるのが不便なので、カセットガス、よいしょ、これですね。はい、このカセットガス、今ね、これがちょっと今物価高なので、ちょっと前までは1本80円ぐらい、まあ100均でもこれ1本売ってて、まあ安いとこだったら80円、1本80円ぐらいなんですけど、今これ多分100均で売ってないです。100円じゃもう買えないので、で今これ140-150円ぐらいですかね、1本になってるんですけど、はい、でこのカセットガスで、代用するという感じになります。でその時にそのカセットガス、ガスボンベからカセットガスに、代用をするときに、このカセットガスアダプターっていうのをこれ使うんですけど、これをこう3本つけて、あの調整器ちょっと外にあるんですけど、調整器とつないで、ガスとして使うっていう感じなんですけど、これが、最近今年になって買って、まあ、前回ちょっと前に動画を出したんですけど、キャンピングムーンっていうところが出しているものです。はい、でこれが実は、僕が、キャンピングカーを購入したのが8年9年前ぐらいなんですけど、その時からつい最近までカルフォルニアパティオっていう会社が、これ3つなんですけど、ガスが3つなんですけど、これが4連4つのやつを、カリフォルニアパティオさんが出してたんですけど、多分そこがもう独壇場というか、そこしか出してなかったので値段が高かった。2万円以上してたはずです。2万円以上なんですけど、最近ちょっとアマゾンで見たらキャンピングムーンさんがこれを4000円弱で出してるので、これはいいなということで買ってみました。でこれを今最近使ってるんですけど、うん、で今回はその使用レポなんですけど、これはすごく普通に使えます。はい、なのでこれ4000円なので4、5、20、5個分、カルフォルニアパティオさんの5個分、これ5個分で、4、50ですね、うん、これ5個買えちゃうので、カルフォルニアパティオさんの1個と同じ値段なので、ほんとこれは良かったなというふうに思います。で今回は、これの、使用状況についてお話ししたいと思います。で僕はちょっとこのチャンネルで動画で出してるんですけど、3週連続沖縄県の北部の、東村の上まで、一人旅に出ていました。でその時にこれを使用したので、使用しました。で僕はこれは、
冷蔵庫だけに使用しています。で、冷蔵庫をこのカセットガス3本で冷蔵庫を使ってるんですけど、どのくらい持つかっていう話をしたいと思います。で、1回目はこの冷蔵庫、スリーウェイ冷蔵庫のガスなんですけど、これがじゃん、いけるかな、こう弱、中、強ってなってるんですけど、1回目は強で使ったんですね。この強、強で使った時は、丸2日なので48時間で、これ3本が、切れました。カラッカラになって止まっちゃったんですけど、で、2回目の旅の時に今度はちょっと中でやってみようということで、中で、稼働をさせた結果、なんと72時間丸3日持ちましたね、月曜日の夜に10時ぐらいに家出発する時につけて、月曜日の夜、火曜日の夜、水曜日の夜で、木曜日の夜に帰ってきて、その時まで持ってたんで、で、まあ自宅について外したら結構もうカラッカラだったんで、ほんと丸72時間、持つという感じでした。で、今沖縄県まだ30度近くあって、暑いので、昼間は暑いので、中で72時間、弱だったらでもさらに持つっていうことでですね、はい。で、実はね、このスリーウェイ冷蔵庫を、あのガスが一番冷えるので、で電気も食わないので、電気も使わないので、本当にこうガスで、使うのが良くて、はい。なので、ちょっと1泊2日、2泊3日、3泊4日まではこれで、カセットガス3本で、このスリーウェイ冷蔵庫の中だったら3泊4日までは動かすことができます。で、これが1個150円としたら450円、なので、3泊4日、丸3日なので3泊4日、1日150円ぐらいですね。1日150円ぐらいで、冷蔵庫を、まあ、冷えた、かなり冷えた状態でキープできるという感じになります。